ゲオグロボス族は深海熱水噴出口から発見された超高熱弁性研究生の古細菌の一族である。学名はジオグロボスのいアーキギーロボスに近縁な古細菌で2002年にカリフォルニア湾ゲーマス海盆の熱水噴出口から発見、記載された。2009年には 大西洋中央海嶺のアシャゼ熱水場の熱水噴出口からもジョバグロボスアシキボーレンズが発見されている。性質は最終電子受容体として FE3 を要求することを除けば近縁のアーキギーロボスやフェラグロボスと類似する。増殖温度は60摂氏90度程度、弁性検気性で中性を好む。先に発見された ジョバグロボスやハンガリの方がやや高熱性は強い。単独の弁毛を持つ1から2マイクロメートル程度の不定形の球菌である。独立、従属、または混合栄養的で、アミノ酸、酢酸、ピルビン酸、調査脂肪酸、その多多様な有機物を代謝する。この多水素を酸化して、独立栄養的にも増殖が可能である。FE3 の還元と、 調査志望さんの代謝能は古細菌として最初の報告例となった。ありがとうございます。